よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。そろそろ座っていただいてもいいですか。もうちょっとだけ、もうちょっとだけお願いします。始められない。お願いします。仕事終わっても誰かしら僕の部屋にいるっていうのが当たり前になってきたので。部屋で何するんですか。それこそなんかお話ししたりゲームしたり、真面目な話もしますし、高校時代の話とか昨日中学生の頃って男の子ってカッコつけるよねみたいな、うん、何してたんですかお二人は。自転車で女子の隣をこう下ってたんですよ。坂道を下ってて、僕はその女の子たちに振り向きざまバイバイをしたかったんですよ。かっこいいですよね。でもあの結構なスピード出てて、そうですよね、降りた瞬間に思いっきり膝をついちゃって3メートルぐらいザザ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 って下に滑っちゃって、彼降りる時ブレーキで踏まないんですよ。絶対踏んでください。